では、どうぞ失礼します今宵も一人の志願者が己の野望を胸に捕らえと挑むではまずご経歴をどうぞ平野剛年齢61歳現在東京に住んでおります 最終学歴は専門学校卒業です現在は株式会社エアプレスの代表取締役をしておりますでは今回の希望金額と出資形態を教えてください希望金額は800万円で融資でお願いいたしますあなたが思い描く未来の姿は新型の光水素カプセルを開発しストレスや体調不良を改善し子どもたちと家族が通える健康サロンを全国に広げたいと思います あなたらその思いを金に変えろオールワナスイン新しい未来をつかみ取れキャッチザファンドでは平野さん簡単にご経歴を教えてください、はい、2007年に美容学校を卒業いたしましてその後ごめんなさい19歳から秋葉原の電気店で約8年間店頭販売をしておりましたその後いくつかの仕事をしながら 21の時に一度レンタルビデオで開業しているんですがその後28まで秋葉原に勤めその後健康産業を29歳から今までやっております40歳の時に株式会社エアプレスを設立いたしましてこれが日本初の酸素カプセルのサロンなんですがそれをやって今株式会社代表のエアプレスのやっております では今回のビジネスプランをまず簡単にご説明ください今まであの私ども約20年間酸素カプセルというのを日本で広めてきたんですが、えー、ちょっと工場との問題もありまして、えー、今あの販売ができないような状況にもなりました。 新しい工場を探しまして、そこで新しい今、の新型の光水素カプセルというものを開発しております、温熱療法ということで、家庭用のスチームサウナ、これも開発しておりまして、これを使って今後、販売と、そしてその販売がうまくいった後には、日本全国に健康サウナを作っていきたいというふうに思っております。はいということで、今回は酸素カプセルですよね、はい、いわゆる。はい、皆さん酸素カプセルはは聞いたことはありますか パーソナルジムアンカー代表フリーアナウンサー雫石正勝日テレ系列のアナウンサーを退職後フリーへと転身ダイエット話し方教室のオンラインスクールムキムキにならないジムアンカーを運営タイガーファンディング司会までを務め上げる見てくださいすごいですよこの体日本一マッチョなアナウンサー志願者に寄り添い新しい未来へとたどり着く心身を鍛え上げる入ったことがあるって方いらっしゃいますあ、いらっしゃるんですね 改めて多分視聴者の皆さんも、まあ酸素カプセル聞いたことあるけど、どういう効果のものなのかって。 はっきりしない方もいらっしゃると思うううんで改めてどういうものかお聞きしてもいいですと、はい、はドーム型のカプセルアメリカから輸入販売してたんですが2002年の時にワールドカップでベッカムというベッカ,ムカベッカムという方が使ってベッカムカプセルという名前で日本には一般的に知り渡ったと思います。寝袋方式のものだったんですけどもその後日本でもいくつかの商品が開発されまして今現在ではあのハード型のものになってます。で今現在ではえ主に業務用 例えば治療院ですとか、えー、フィットネスエステそういったところで使われてるんですが今回私どもが開発する商品は一般家庭用ですで主に子どもたちに特に障害のある子どもたちのケアとして使っていきたいんですが一般的には酸素カプセルということで酸素がメインだと思われてますけども実はそうではなくて気圧です全身に一定の圧をかけることによって非常にこの美容健康増進が図れるという非常に素晴らしいものだと思っております。 ということで今回トラの皆さんは細井さんで谷本さんも美容系で青さんも医師免許を持っているということでまあこのあたり結構ねあのいろんな議論が交わされるとは思うんですけれども今も現在その新商品が開発進んでいるわけですよね進んでおります今まで私どもが作っていたのはこういった形のものなんですが実はあのこれは特許商品で非常によくできております縦にも横にも使えるという通営方式だったんですね、えー、窓が大きくて出入りも非常に楽である で今までのものは窓がこの半分しかなかったんで非常に出入りが大変だったっていうことです今回子どもたちを入れるために私どもが開発している商品というのはえ全部が透明になってますオールスケルトンですでサイズも一般家庭に入るように横幅も小さく縦,が縦も納品ができるように小さく開発しております高気圧光水素カプセルって名前書いてあるじゃないですか、はい これ何なんですかまあ一般的には酸素カプセルというものなんですけども <coughs> 実はこの中に特殊な LED の光を入れておりましてそこに水素も送り込う一つは今これ特許出願してるんですがこのタイプは縦型のものもございまして縦型は中でサウナが使えるようにヒーターが入ってて高気圧サウナというもので今特許も出願しております。 いやなんか酸素カプセルって言ったら酸素がその体にいいっていうのはエビデンスあると思うんですね、はい、あ例えばダイビングした後とかに酸素カプセル入ったりとかして、はい、要はガスを抜いたりとか、はい、そういうのってエビデンスあると思うんですけどこの光とか水素ってなるといきなりうさんくさくなるんですけど。ええ ここれはででわざわざざのうさんくさい名前にしたんですか、あのー、免疫という部分である先生のまあご指導もありまして、えー、ミトコンドリアというまあ細胞エネルギーを活性化するには、えー、光というのが必要なんじゃないのということから光と入れてで酸素いっぱい取ったら活性酸素が生まれてよくないんじゃないのという意見もあったんで水素を入れてこの活性酸素の中和というのも考えております。 考えておりますも,えもちろんやっておりますやってるっていうかそれはえっと確たるエビデンスがあるものなんですがそれはなんとなくそうだからこうしてみたみたいな感じと実際にその体の中の活性酸素というものの中和率は測っておりまして筑波大学のスポーツ医学の方で全部データを取りましたでそれが何なんですか、はい、えそれが中和されると何がいいんですかえっとまあ活性酸素が良くないという活性酸素をいっぱい取ることによって活性酸素が非常に多く増えてくるんでそれを中和するという意味で、はい、えと水素を取り入れております すると,するとお体が元気になるとあそういう曖昧な感じなんです、ね、そうですね。あああうございます,います分かりました <laughs>、まあ、確かに活性酸素はあの発がんの原因とかにもなりますけど、はい、それをこう水素を高圧で取り込むことによってそのリスクが減るっていうのはちょっとどうなんですかね、まあ、一般的にはその体に取り入れた酸素の中で、えー、約2%が活性酸素になると。 活性酸素が良くないというふうにも言われておりますけれども実はちょっと考え方が違くてです、ね、活性酸素をもし否定するとなると有酸素も良くなないいととううことになってしまうんですね活性酸素が良くないというよりは実は一番良くないのが低酸素です低酸素状態が一番良くないんで酸素を取り入れてプラスアルファ水素で取り入れて血液であるとか体のクリーニングをしていこうというふうに考えております。 まあそこら辺はちょっとまあいいんですよこういうのって別にその確たるエビデンスある必要ないのでなちょっとファンタジー寄りでもいいんですけど、はい、要するにその体に悪く悪いものだと困りますよね当たり前ねもね、はい、例えばその水素を、はい、例えば水素を本当に核薬品工場買ってきて吸ったら多分大変なことになるんですよねというか水素って水素だけで多分現存できないのでるいすですよね、はい、なのでまずこの水素をどうやって発生させてるのかっていうのと、はい、あとその LED がミトコンドリアがみたいなこと言ってましたけど、はい 今までの普通の LED のライトとは違ってパルスといってあの,の中まで入る例えば、えー、と以前美容関係でもコラーゲンマシンですとかそういったものがあるんですがやっぱりこの体の中に光を当てることによって細胞の活性化というのがあるんですね。と,というのは一つは果物もそうですからその光合成に対して光をエネルギーを与えることによって、えー、体の活性化が図れるというふうに。 全面ガラス張りにしましたけど、どうやって光り合ってるんですか。るかガラス張りではなくて、それはあの、あくまでちょっとプラスチック製なんですけども。中に L. E. D. ライトが入ってます。頭の部分と足の部分に。はあ、え、こっちとこっちだけで全身に照射しているっていうことになってるんです,か、はいそうです。はい。ここら辺はどうなんですか。えっと、上のところにも、お、ちっちゃいんですけど、二つ付いてます。<ー>はい。なるほど。わかりました。はい。ごめんなさい。L. E. D. の光で。ミトコンドリアがどうなるんですか。 えとミトコンドリアという細胞にこの光というものが必要じゃないかというふうに言われたんで太陽光に近い光、えー、光はあの赤と青なんですけどもこの2種類のライトが入っております、まあ、もそもそもミトコンドリアは細胞じゃないので確かにわかりました、はい、過去に株式会社カードン会長トムハッピー カードゲーム専門店、ハレルヤを創業。年賞は60億円超え。伝説のプロゲーマーが次に手掛けるのは、マジック・ザ・ギザリングをはじめ、すべてのカードゲームを取り扱う超総合店、カードン。オビー系のエヴァンジェリストは、志願者のライフを癒すのか、あるいは強烈な一撃を叩き込むのか。過去に、はい、えっと、三層サロンを20店舗、あ、13店舗、はい、13店舗まで、えー、健康サロンを増やして、 最大売上2億円達成したものの今ではもう全部閉店してしまったんですかそうです、ね、13店舗が閉店するまでの,そのストーリーを知りたいです、はいはい、まず最初にやってたのはアメリカ製のものだったんですけども、えー、チャック式で非常にこの入りにくかった。 老人が入れないとか、はい、そういったことも実際にありましてそこから日本ではハード型というのが出てきたんですけどもハード型になりますとソフト型のものがダメでお客様がそっちに流れていった私が13店舗作ったのは全部ソフト型ですなもんでちょっと入りにくかったっていう。で、えー、と2007年に大丸百貨店さんの方でも常設させていただいてそこに私が開発したハード型のものを入れてサロンもオープンしました。 ソフト型が結局あまり需要がなくなってどんどんうまくいってしまったっていうのがございますねいその道中で全部ハードに切り替えていくっていうほど儲かってなかったっていうことですか、まあ、それと時期が早かったんでそのうまく地方の方に伝達されていないというか、うん、お客様に良さがちゃんと伝わらなかったっていうことですね うん、今でもサロンが何店舗かあの他社でやってますけどもそこみんなうまくいってます業務委託工場とのトラブルっていうのは何があったんですかえとまず一つはあの私が開発した商品を作っていただいてたんですけどもおそれをそこが売り出してしまったんですね私の知的財産をうちのお客様に売り出してしまっていろいろ問題があったんですけど契約上はっきりできてなかった落ち度みたいな感じなんですかいやちゃんと契約もしてたんですけども、うん、私が売りかけが少しあったんで ああじゃあ保護にされたってことっていうか契約がもう守られてないからこれなしねっていう感じで,うで、ね、もうそのまままあいろいろちょっとそうですねそこの工場自体はやっぱりあの非常に技術力があるんで今作ってるこの APF2 というものは非常に素晴らしいいいものなんですけどもただあの私のその権利というかうちの代理店様までがそっちに問い合わせした時にみんなお客さん取られちゃったんでそれで売り上げがどんどん落ちてって返済もできなくなった。 じゃあ他の工場でもっといいものを作ろうと思って今開発しているといころです今じゃあご借金が終わりになるということですかもう借金もないですあそこも生産済みでこれなんかちょっと怪しいですね後でいじめようと思ってますいやいやかわいそうやなと思ってちょっと緊張緊張しております後でいじめようとして志願者さんがこう細井さんとかね青さんとか意思免許持ってる方が来ているにも変わらず こう医学的エビデデンスデータととかかか書かれてたりとか、はい、僕はびっくりしたのは、はい、こう高層マンションに住んでる方が不健康なのはこの,、まあ、この商品を導入したら治るんですとか、はい、あとはこう一部自閉症とか発達障害とかひきこもりの子どもたちにもこの商品は役立ちますみたいな、はい、本当なのかなと思うような表現もされていらっしゃってお二方に結構責められてたので、はい、まあ,あまり責めるとね構図的にはどうかなと思って沈黙は貫いてましたけど <laughs> 実際これって どういうい根拠があって実はあの先ほどエビデンスのお話が出たんですけども私がそのソフト型をやってた時に、えー、と名古屋市立大学の医学部の方の研究室から、えー、問い合わせが来ましてデータを取りたいんで、えー、3つのデータをあげるから貸し出ししてくれないかという依頼がありました。 でそこの教授のところに私が研究室に持っていきまして約1年半データを取ったんですけどもその時に言われたのが平野君これ酸素じゃなくて気圧だよって言われたんですね。で全身に一点圧をかけることによってその脳の海盤に刺激がいきそこから IGF-1 という成長因子の分泌があったと。だからこれは酸素での効果よりも気圧の効果の方が高いよというふうに言われました。 それでその時にたまたま奥さんを連れてえその方名古屋の方なんですけども東京に来た時にえ実は引っ越しをしたんだよという話をしてくれてどんなとこですかって言ったらいや高層マンションで今17階に越したんだっていう話をしたんでえ高層マンションに行くと体調不良が起きますよって私が言ったらそんなことないよって言ってたんですが実際に起きたんですね奥さんが体がむくんでだるくなったとで平野君が言ってたより体調悪いんだけどこれってどうしようっていう話でしたから私があのサンスカプセル1台提供しました 1>, 1ヶ月半ぐらいしましたらすごいねって全部良くなったよとはっきり言ってくれました<う>だから気圧によって改善されたというでまあ,あの上に行けば当然、えー、低気圧低酸素状態っていうのが起きますから、えー、その一番最後の資料にもございますけれども、えー、高層マンションに住てての体調不良まあたまたま私あの今、えー、豊洲というところに住んでるんですが、えー、周りに高層マンションが多くて日曜日とかですね近所にいる子どもたちがキーキー声出して キーキーっていう何でだろうという。で、あるその本に出てたんですけども、高層マンションにいると、子供たちもちょっと精神不安定になって、うん、そういう声を出すよということを言ってたんで、もしかしたらそうなのかなと思いました。それはこの本のことをそうですおさしてるんですかね、はい。それともう一つは、アメリカからの,その商品を輸入したときに、もともと脳性症理麻痺という子供たちに酸素カプセルが使われてたという、そういう資料を見て、これもしかしたら脳にいいんだったらば、 人間のその健康にもいいだろうというのが私の,その酸素カプセル始めたビジネスのきっかけでもあります志願者が提案するのは新型光水素カプセル開始早性能や効能をめぐり議論は白熱商品に対する疑念と期待が広がる序盤戦一体どうなる 新生イエロー,ーキャブフランチャイズ加盟店大募集。詳しくは概要欄から。いやなんでこう美容サロンとかこういうエステ系の人ってこう n イコール1の話を堂々とするのかな。そうですね。ただ本当にねおっしゃる通りその全員そうなんですよ。はい、私のなんか出産体験に基づいてとかなんかその名古屋市立大学なんたらがのね嫁さんが治ったみたいな、はいはい、いやだから何って話じゃないですか。 そんなこと言ったら僕がフェーってやって誰かが治ったら全員にフェーってやったら治るんですか治るんですですよねなんでその N イコール1をなんか全員に堂々とこうやって公共電波に乗せて話せるのかが全く分かんないんですけどそれは勉強が足らないんですか うん私はもちろん医療医学ではないのであくまでもその予防というか,かりますま健康増進という中でやはりその高気圧もしくはその酸素というものが美容にも健康にもいいということを認識しながらやらさせていただくも,もちろん先生がおっしゃる通り、えー、薬事という部分は。 あの気をつけておりますし、その何が治るか聞くということでの販売をしたことはございませんそうですね、はい、いやそうなんですけど、それに、なんで盲信してビジネスを始めちゃうのかなっていうところですよ、まず根本的に。はい、でしかもそれに盲信して、それを周りに増え調するじゃないですか、そしたらこれで、じゃあ、その高層階にいる具合悪い人が買ったときに、はいはい、治んない人っているわけじゃないですか、だって高気圧とか低気圧だけの問題じゃないじゃないですか、はい、そのバックグラウンドに何か疾患隠れてる可能性って考慮してます はもちろんしてません。してないですよね。なのになんでそれを堂々と高層階いてキイーキー言ってるガキがこれのせいだってことにこれで治るってどうつながるんですか。どういう頭の回路がるんですか？あのこれで治るではなくてじゃなんでキイーキーしてる子供の話をしたんですか？ たまたまそ,の、まああのまあ、そういうちょっと記事を見てしまって、まあ、そういうことがやっぱ原因としてその本もそうですけども実際にこの高層マンションが今増えている中で、はあ、そういうことがありえるのかなとかりあり,える,ありえると思いますけど、はい、その論理が飛躍してて勝手に自分でストーリー作ってるじゃないですかだからサロンが潰れるんですよ。 分かります、はい、一時が万事で、はい、あなたの妄想で話を進めてるから、はい、このソフト型がハード型だから潰れたとかそういう問題じゃないんですよあなたはその,その時のストーリーに順応できてないからビジネスが失敗してるのをそれを何か型のせいとか自分のストーリーが間違ったせいにするんですけど、はい、別に成功する人は成功してるんですねそこでくら替えをすることで、はい、だからそこを変えない限り、はい、やっぱりこのビジネスだって、はい、そんな断定的にものを言って今通じる時代じゃないじゃない,ゃないですか、はいはい 高圧水素とか言ったってピンとこないですよで LED がどうたらこうたらでミトコンドリアが細胞ってさっきおっしゃってましたけど細胞小器官ですからね細胞の中の器官ですよだからそれもそれみんなポカンとしちゃわないですかそれはどうですかねまあでも実際に例えば、えー、今その医療という部分で言うと先生がおっしゃる通りですけどもお例えばスポーツであるとか18年間銀座でそのサロンやっててそこには10年間通ってくれたお客様もいてやはりそのいろんな意味で体調が 良くなった元気になったよっていう声があるのも事実で医療ではなくて、えー、予防医学もしくはその代替療法として、えー、今後その日本の社会に役立てたいなと思っているのが本音ですまた10年通った人の話をするんですよね、うん、まあその予防医学だとしても,してもアズール株式会社代表青里博文医学部卒業 免許取得、頭脳を武器に動画編集案件獲得スクールなど事業を拡大スキル獲得こそが安定と自由の根幹理念を掲げる動画編集キャンプは主要7都市へと展開する動画マーケティング業界の未来を変える青より入れてさらなる深みを持つ青を求める まあその予防医学だとしても、はい、そ,のそういう人がいるっていうルートで話してると一生話がつながってもなくて <laughs>、はい、もちろん医学に対して詳しくなれとは思わないですけれどもこういうサービスをやるんであれば,その例えば研究デザインについてはある程度理解する例えば研究デザインってご存知ですかね、はい、エビデンスレベル、はいえっと、例えば何だろうな専門家個人の意見はエビデンスレベル6なんですね、はい、であとそのケースシリーズ研究っていってそのこんなケースがありましたこんなケースがありましたをガーッと集めたものでもあのエビデンスレベルは5なんですよ。 で、まあ、4で21メタアナリティクスで1ですね。はい、ってなっていくその説にの信憑性っていうのがエビデンスレベルで分かれていて、はい、で、まあ、自分は今この段階ですよっていうことを含めてお話できると信憑性が出てきたりとかするんですけど、はい、なんかそのケース1のことをまるでエビデンスレベル1ですみたいな話でされちゃうとやっぱ変だなってなるんで。はい まあそこの話をあの今も細井さんとしたんですけどやっぱこう,、はい、こういう例がありましたああいう例がありましたで、はい、あのだから事実ですってなっちゃうとそれは事実じゃないんですね。メタアナリティクスであって l s b が一度も事実ではなくてその説が、まあ、有力であるにすぎないのでそこら辺はやっぱこう人の。 あの体に対して何かやっていくビジネスをされるのであれば、医学に詳しくなくても、そこのなんかエビデンスレベルだったりとか、研究デザインだったりとか、そういったものに対しては、あの知識だったりとか、言葉に責任を持たないと、はいあの、意図せず不幸な人を生み出してしまうかなと思いますね一つ、えーと、先ほど言いました、そのアメリカの商品ではあるんですけども、お私どもが開発している同じ1.3ーツのもので、はいえー、一部、発育障害の子どもたちに使われていたエビデンス、データはあります、アメリカのものですけども。 ただそれを私どもが言うことではないとは思っておりますもちろん薬事のはい、それは今回発育障害の方に向けて売るわけじゃないですからではないです関係ないですよね、はい、でまあこんな別にデータでいじめても意味がないので、はい、あのこれが要は売れるようにしてあげるのが僕らの役目だと思うんですね、はいはい、で今何が問題なんですか結局まず一つはあの開発するための資金が足りないということが一つと、はい、おそれと、えー、今後そのマーケット開拓の中で、はい えー、宣伝効果というか主にその一番下にもあります、えー、タワーマンションの方々に対して、えー、我々は多くアプローチをしていこうと思っているんですが今までの既存の私どもの販売先もございますし、えー、海外での取引もいくらかありますそれともう一つは、えー、外商に口座もありますのでそういったところでその外商のお客様方、えー、とにかく一般家庭での健康器具として販売していきたいと思っています。 タワーマンの、えっと、例えば何平米ぐらいのお家のどこに置くイメージを持ってこの商品があるんですかえっとやはり 1DK というわけにはいかなくて大体やっぱり70平米以上で、えー、特に14階建て以上。 の上に置いていきたいなと思っています。七十、はあ、平米っていうとまあ狭い三 LDK かそうですね。そのうちの一部屋とかギリギリの二 LDK だ。一、はい、部屋埋めるってことですか？いやそうではなくてリビングでも置けます。で実際にあの高層マンション私調べたところ私が販売した中でも八、えー、軒以上約十十一件ぐらい高層マンションに実際に入っております。実際これお置いて実際そのまあ り入れですねで入りまで考えると何平米あるいは何畳のスペースが必要なんでえっと畳3枚で分で分3枚ってことは3畳3畳10平米10平米お値段はいくらぐらいで万円で考えておりますじゃあもう年収ベースで見たら株式会社エースタイル代表谷本良次シングルマザー家庭で育ち金なしネなしで一台から起業 大阪をを拠点に事業を展開グループ法人6社を管轄し年商は60億円超え SNS 総フォロワー数は約10万人を超える介護福祉業界の革命家は志願者に寄り添うのか何馬の虎の厳しさを見せつけるのか年収ベースで見たら1000万アッパーぐらいのお客様が購入れされるかなって見込みですかねこれ実は商品ゼロからの開発じゃないですよねこの今回の資金調達計画見たらもうあのだいぶできておりますもう7割出来上がっております というよりなんか OEM とかじゃないですか海外で出てるものをいや私が全部返してる私が全部作ってますで合計1100万円でできるもんなんですかできますちなみにそれはそれはこれはあのこのカプセルを買った時に家庭では酸素カプセルに入っていただいて例えばその仕事場ですとか出先ではこういったものを吸っていただいて酸素をチャージするという酸素チャージャーのものです 酸素カプセルに入ったかのような体験ができるわけですよねこれでなんか元気になったらエビデンスどうこうじゃないってことですよ <laughs> 僕が元気になったらエビデンスレベル1ですという形なので、はい、どうしましょうかどなたにはい。えっと、はい、じゃあ,あの細井先生もしよろしければあ,あもちろんです商品の実態を探る前半戦トラたちが追求するのは性能と効能における信憑性物語は 中盤戦へ志願者の提案に虎たちが牙を剥く疑念が広がる中いざ実演こういったものを開発してるんですが実はこれはあのここにあります液体酸素が出てきますこれをまあ鼻から吸って10秒ほど吸いますと体に酸素が満たされるという でえー、とこういったパルスメーターなんかも使いまして、えー、実際のの血中の酸素濃度を測りまますすとこれを吸うとメータータがが上がってき特に飛行機なんか乗りますと非常にこの気圧も酸素濃度も下がるんでだいたい95ぐらいまでいくんですけどもこれを吸いますと2メモリから3メモリぐらいメーターが上がっていきます。 で、今日実際に、あの、使っていただくのは、えー、パワーバランスなんですけども。実際にこれを使って、どのぐらいその体に力が入るかという。簡単な。させていただきたいと思います。液体、酸素ですね。液体なんですね。はい、あの、アメリカで作られて、スポーツ選手とか、もともとミネラルに加工されて、まあ、オキシドールのような。 あれの吸引板みたいなものではあるんですけどい。吸うことによって血中の酸素濃度が上がりますさっきされるまでに血中の酸素濃度を測っていただきたいですけどねあ先にねがねはい見たことない機器だわでこれはよく僕ら介護施設でもよくありますまホラーの時とかねよく酸素濃度を測る時にこれで98です8はもう標準っていうか多いですね普通ですね、はい、少ない方ですとちょっとね分かりやすいんですが 95ぐらいまで低い方だと分かりやすいんですけど、98だとちょっと標準なんで、まあそれ以上上がるかどうか分かりませんけど、一応やってみますね。はい。 でまずあのこちらの方からバランステストからやらさせていただきたいんですが、えー、これゼロゼロなってます。で、これをまずかかとをつけて持っていただいて、はい、私がこれをこちら持っていただいて、これ今ゼロゼロなんですが、これをグーと押しますから、パワーバランスのようにちょっと倒れないんです。<あ>なるほど、倒れないように頑張ってください。よろしいでしょうか。失礼します。<笑><笑> <laughs> この絵見たことありますよ。<laughs> 結構やっぱ力ありますね。何の話してるんですか。<laughs> 数字はどうですか。百二十。 123ちょっと鼻から吸っていただいて約10秒間ぐらい <laughs> <laughs> ちゃんと吸ああ決まってます決まってます決まってます ちょっと気持ちよく良いですかありがとうございます何なんですかこれあとちょっと持った席だよ特に会議中とかで眠くなった時の時にもすごく効果がありましてあのど何なんですか液体酸素です早津さん寝てる時に吹きかけてみたあの動物にもすごく良くて動物病院でてみさんにも書かせてあげてもら結構面白いです岩井さん、あの脈止まってますあのピッピも言わないです脈止まってますねで、置いてもらうと多分筋出てる 九十二。おお。いいじゃないか。九十四。あ。九十六。あ。上がってきた。すごい。深呼吸して。九十六ですね。九十六。はい。これいいんですか。普通表示値ちょっと低いですね。低い。はい。でこれちょっとストレスじゃないんだ。九十八。八。九九十六だ。九十で安定してますか。九十六。じゃこれ下げます。はい。九十八ぐらいまで上がると思います。今。

123と129ですはいパワーバランスで立ってこれをグッとやりますからはいはいうわっ134んか立ってる134んかあおちゃんが疑いの上をこれ2回やって120だったんで134何がよくなったんやっぱパワーバランスでやっぱそのパワーというか体にそういう力これ多分脳に反応してると思うんですよねこれマジモンっすはい 逆にそれ売れないですか。それをそれこっちゃい。これ自体も売っております。販売でき定価は2万円なんです。あおちゃんが言ったそうですね。あおさんが笑い止まらないんで。これあの車の時の居眠り防止用にこれやりますとこの液体がえっと噴霧されます。で車の中が酸素質になります。まあこれはご泊に置いておくしかないね。林の時に。確かに確かに確かに。林さん用ですねこれは。えちょっと体験したいですがはい。どうぞ。 いやもうやってみなよお前信じられないだろう。液体酸素ですもんね、はい、<laughs> 液体酸素っす <laughs>、まあ、あの酸素もあのこの液体ですようになってきたということつすすぎてやっぱり <laughs> 液体で酸素っするの <laughs> <laughs> めっちゃリラックスはするけどとにかくは、ね、やはり脳にいいですで酸素カプセルもそうですけどやっぱり脳の発育であるとか その、学習にも非常にいいんじゃないかというふうに言われてい。いや、なんか、確かに、なんか、ちょっと元気になるんですけど。はい、なんか力入るんですね。その、さっきの、その、学力上がるみたいな機会は。はい 平野さんの押し方で変わったりしませんかいや私思いっきり押しましたね最初1回目も2回目も110120でしたからかなり力を入ってます先生自体がかなり力を入れました普通は一般大体40から50ぐらいしかいかないんですけどいやいや先ほどテストした時に大体40とか五十ぐらいまし筋肉前やってました俺がやるよあ確かに確かに今もう吸っちゃってるんでダメですあでも僕がどのぐらいまでいくかそうですねはい今0-0です 110いってますねみんいっすね普通に強いさすが応援団ですね110は強い方だと思います強い方ですかええだって細井さんの10%減ですもんね超い超強いめちゃめちゃ強い110いってます筋肉マンきた200俺がやったらどうなのもっとやばいな感じ125これで125で次細井さん思いっきりやってくださいよ OK です本気のうです本気のドラゴンが来ます

これはち知数のがいいやつだ <laughs> 数字じゃ測れない男でしたということでまあ皆さんにも酸素をね一度体験していただきましたけれども今吸っていただいたものの新しいタイプを開発中ということですね、はい、これはあもっと高価なのでもハンディタイプで外にいるときに例えば疲れた時とか寝不足の時なんかにも非常にいいです われわれがやるのは家庭でやるときに家庭の家族の皆さんが健康を維持するためにその酸素カプセルというのを提案させて,てます、はいただいてこれ液体がなくなったらどうなるんですか液体がなくなりましたらこういったボトルがございましてこれを注入するだけです、ああ中にで持ち運びができるんでそういった意味でもじゃあ一旦これだけ持てば、はい、あとはこのボトルを買えばそうですで、これ大体満杯に入れますと大体3週間ぐらい、2、3週間持ちます、これはいくらですかこれ円円です 6, 円はい これで大体一ヶ月半二ヶ月ぐらい持ちます。六千円とあの二万円で持ち越せます。最初にこれとこれが全部セットでついてます。あ、あ、これとこれセットでついて。なるほど。それはあの百二百万の買った時にってことですか。セットでついて、で販売もしております。<ー>これ単体でも買えるんです、ね。もちろんです。じゃあもう一回今のあの液体って何が入ってるんですか。えっと成分的にはちょっとあまり細かくは書いてないんですけども、とミネラルにその酸素の何かを添付して。

医学の専門知識ででたっっってて仕方がないと思ってるんですけど、はい、正しいことは言ってるけど厳密に言えば違うよねっていうものであれば押してっていいと思うんですけど明確に違うことを言われてしまうとやはりその僕らも応援しづらくなるというか、はい、やっっぱ消費者にに悪いなっていなてうふう,に思うんですね、はい、ミトコンドリアが細胞だとかあとまあ液体酸素っていうのも、まあ、酸素は沸点がマイナス1 8 3度なので酸素の温度っていうのをマイナス1 8 3 °以下にした時にき 酸素が液体になるものを、まあ、これは液体酸素だって言って吹きかけるっていうのは、はい、もうある種、もしかしたらわかんないですけど、法律についてし詳しくないんですけど、犯罪になってしまうかもしれないと、まあ、これ、液体酸素出していって、液体酸素じゃないものにを、はい、あの吹かせていくわけですから、はい、からそこら辺に対しては、ちょっとこう、ちょっと、なんだろう、検査票とかも全部あります。そ、うん、そううううではあるんですけどやっぱ違うものをそう言っってしまうとやっぱ、はいはい その厳密に言えば「違うよね」のラインだとはいいんですけど、はい、違うことを言ってるっていうラインになってきてしまうと、はい、ちょっとこれ有志じゃないですか「はい、株式会社モノレスジャパン代表岩井義明令和のトラチャンネル主催として日本屈指のビジネス系 YouTube チャンネルを育て上げる志願者の思いや人柄にベットするそのスタイルはまさに永遠の応援団長」 者者やトラ時ににに視聴者にまでも縦横無に放たれる魂の一括に今宵誰が打ち抜かれるのか法人もやってらっしゃる中で、はい、今回あえて投資ではなくて融資にした理由って何かありますか、はいはいえー、とまず一つは買せる自信がありました、えー、短時間で僕はこれを今まで売ってきてあごめんなさい短時間というか今まで売ってきてますので,で今回の商品にあの関しましてはこの20年間の僕の経験の中で自信作です。 そのマーケットも今開拓しておりますけども最初の年にまず30代目標台数が販売台数が30台です2年目に80台なんですが800万借りたものに関して1台につき10万約100台販売することによって返済をさせていただければと思っております確かにあの返せる自信がありますの、ね、はよく分かりました、はい、で、まあ、800万で出したものが1000万で返ってくる、はい、まあ3年後に200万余分に返ってくるっていうのは はい、確かにいいのかも分かんないですけど逆に僕はちょっと別としても虎、はい、側にしてみるとそれだけ自信のあるものでどんどん売れるんだったら、はいはい、融資で単純にね、はい、200万おンで返ってくるんではなくて、まあ、投資という形で。投資 っていうのは魅力的に映るかもしれないじゃないですか。はい、そうですね。私も最初そう思いました。すはい、はい。主眼したときに、はい、えー。面談のときに、はい。で私は最初投資と融資というふうに書いたんですけども、面談の中であのどちらかにした方がよろしいんじゃないかという意見もあったんで、あそうなのかもしれませんねということで今回は融資に走っていただきました。えー、もし投資でももしありができるのであれば、私はあのどちらでもありがたいと思ってます。じゃあ一旦を相談という感じですか。はい。はい。終わりました。 ちなみにこれ、どうやって売るつもりなんですか、あのー、ひたすらピンポンダッシュするみたいな感じですかいやあの、もう一つは、まずその高、高層マンションに関しては <laughs>、えー、もうある程度のデータが少しもうありまして、<laughs> それは名簿屋さんとかにお願いして、リストをッってるとかじゃなくていやあの、一つのサイトがございまして、その高層マンションに富裕層の方だけが集まるそのコミュニティがありまして、そこを運営しているのが、私の知人の紹介でございまして、そこにじゃあ、ちょっと PR してみますかということで。 いろんなそのセミナーみたいな近所の方々にやっていきたい今酸素カプセルのお話をさせていただいてますけどもお中にアロマスチームというサウナも開発してるんですね、うん、で私が知ってる範囲では、えー、温熱療法というか解毒体の中の毒素を出していい酸素いい水を取り入れるという自然的なものが一番健康にいいと思ってましてそれでまあ311以降 実は私は放課後デイというものの運営をやりたくて一度政府の方に申し込んだんですけれどもシステムが変わってしまったんですねそれからできなくなってしまったでももし今回このビジネスがうまくいきましたらば福島県の方に最初の第1号店の1店舗を出させていただきたいなと。 フランチャイズではないんですけども先ほどそこにも書いてあるようにその健康サロン子どもと家族がみんなで入れるような格好のつけてないサロンを提案してみんなに健康になっていただきたいという年齢的に言いますと私ももう還歴を迎えましてあとどのぐらい頑張れるか分からないんですが自分なりにこの20年間頑張ってきたものが世の中にた役に立てるようなことになっていただければ自分は一番ありがたいと思っております。 確かにねここまであのー、渋谷アマそラクリニック院長ドラゴン細井美容外科医としてあまたの施術を担当 YouTubeSNS 戦略で事業を拡大し医学部受験塾メデュケイト塾長を務めるなどその活動は多岐にわたる志願者を晴れやかな空へと導く美の白竜がタイガーファンディングに舞い降りる ここまであのー、なんか合ってんだか合ってないんだか分かんないことを堂々と喋れて、しかもまあなんかちょっと、 売れっ子営業マンっぽい佇まいもあるんで。あの営業には自信。<laughs> ですよね。はい。多分そのタワマンのその、なんかよく分かってないおばちゃんとかは、おそらくその。話聞いて、確かに買うような気はするんですよね。ではい、だからその要はコミュニティっていう、さっきあったじゃないですか。はい、あれはその確たるリストなんですか、そこは。はい、そうです。かなり数の。三千。あ、タワマンに住んでると 3,、はい、三千円。年収で二千万以上。の方で、約三千件のデータ。 なんか20階建て以上の高層マンションって、全国に1500しかないんですね、逆に、はい。でもそれでも数で言ったら、相当な人数が住まれてますから、うん、相当あると思います。だから3000人のリストで100台売ることができる自信があるってことですよ、ね、100台という台数には分か,かりませんけども、も確実に売それもう一つは、われわれモニター販売というのができますんで、<う>これは貸し出しができるんですね。今までででのカプセルではそれができなかった なぜでかすぎたからです、うん、業務用として作ってたんで一般家庭の玄関に入らないんですね百貨店で外商やってた時にこれじゃ入んないよねというところからちょうど今から約11年前なんですけども大阪の大丸でやってた時に外商用に小型のものを作りましたそれはどこの家庭でも納品できるんです90%納品できます素材を金物からプラスチック系の軽いものにしたんで、えー、極端に言いますと1人で納品ができますこの酸素カプセルを。 現地で組み立てるってことですかいやじゃなくて、自分であのこう特殊な脚立があるんですけども、あ脚立じゃなくて、えー、台車があるんですけども、ああそれで納品が一人でもできるように、でもし貸し出ししてだめだったら、引き上げて、次に持っていくと、はあはあ、レンタルモニター販売です。そのモニター販売とおっしゃってるんですけど、はい、これ、えーと、初めは初回、5台を製作するっていうような計画ですよね。はい だか最大5組しかいやあの、まず自分たちでも在庫を持ってなかったら、まああのー、全然動けないし、販売もできない、まあ、自注オーダーもできるんですが、まずはその五台を売って、販売して、お金を作って、それをどん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 回していこうと思って初めはモニターなく、販売しないといけないっていう、はいまあ、最初、1台、2台はまあモニターでできるように、お試しでいろいろデータも取りたいんで、お客様に実際使っていただいて、それがどのぐらいの制約率が上がるか。 そういったものも含めて考えてはおります年商2億まで行って今1500万ぐらいしか売り上げありませんって書いてあります,す、はいはい、あ1500万の売り上げで利益はどのぐらいかわかりませんが、はい、今食えてるんですか食えてますギリギリですこれは1500万の売り上げの中の利益で食えてるって言うですか、はいはい、今僕一人なんで一人会社はい、はい、ああ<ー>。はい 2>, 2, 人2人スタッフが、はい、あの今回来年から一緒にやってくれるという若者が2人おりまして、はい、若者どんな効果を教えてくださいうんただ若すぎて、はいえー、経験が非常に不足しているただし、えー、IT 関係の今テレアポやっててテレアポのプロですアポインターで使ういやえっ、ー、とこれから僕がいろんなことも教えてはいきたいと思うんですが営業して、まあ、一緒にこの販売であるとかいろんなことのノウハウも教えていきたいなとは思ってます 何歳ぐらいの子ですか24です二、うん、人ともはい、はい、大学出て新卒どこで知り合ったんですかえっと飲み屋です銀座、うん、の、うん、僕が毎週毎週かごめんなさいあのよく行くバーがあるんですけど、はい、バーで飲んでたら向こうから声かけてきましたお客同士はい、はい、乾杯していただけませんかと そそれでその後に僕をを調べてて電話をかけてきたんです僕名前も教えなかったしメールも電話番号も一切教えないで別れたんですけど、はい、それから1週間ぐらいしたら電話がかかってて分からなかったんですが出たらその子たちで先週一緒に飲んだものですけども、うんはい、もう一度会って飲んでいただけませんか、はい、調べさせてもらったら、はい、あの平野さんの名前が出てきて酸素カプセルやってるということなんで。はいはい もしよろしければ一緒にビジネスしたいと思ってます、うん、って言ってくれたんでんそんな中途半端に言われても,もう俺も困るんだよって言ったんですけど何度も来ました僕のとこにで今週に1回毎週水曜日なんですけどミーティングしてます2人は仲間なんですか 2>, 2人とも同じ会社ですなるほど、はい、ただ引き今もうすぐ会社辞めてでも行きますって言ったんですけども、うん、ちょっと今現時点ではその給料払える余裕がないんで、はい、もう少し待ってくれと今商品開発してるからこれができれば販売をできるんでそしたら一緒にやっていこうかということで で今毎週水曜日やってるこのおミーティングなんですけど「令和の猫」というタイトルです <laughs> ちょいちょい面白いですよね、うん、ちなみに私虎年です前半の空気とは一変タイガーファンディングの流れが変わり始めるそして迎える最終局面ラたちが導き出す未来の行方は 聞いたのはそうですね。ねリライブシャツというシャツなんですが、人柄はおもろいんですけどね。あのちなみにこれ200万で導入した後ランニングコストかかりますよね。えっと電気代だけですね。ちょっと待って、酸素発生させる。ただの空気です。酸素じゃないです。これエアーです。え？はい。 水素はどこ行っちゃったんですか。水素は別でまたこれも実はオプションなんですけども、今回この新作にはつけるのは携帯型のものをカプセルの中に入れてそれを吸引しながら気圧で浸透させようという。のランニングコスト。それはえっと水だけです。水とせ蒸水,水。ほう、はあ。と電気代。水から酸水素が生まれると。そうです。電気分解です。蒸水っていうのは買わなきゃいけないですよね。そうです。大体500で90円とから100円ぐらいですか。 九十円から百円。あ、それご自身の会社のものじゃなくて、あの普通のドラッグストアで売ってる。その水を入れるだけです。入れると一応その電気分解とやらが起きて水素が発生します。なるほど。またやっちゃうよ。はい。ありがとうございます。はい。岩井さんからそれは全額ですか。はい。岩井さんから八百万円出ました。最終決算前です。なんか細井さんが一番向こうにいて俺がここにいて八百万ってなんか。 前もあったような気がするまたやんのかオヤジほらてめえちょっってやらねえかよこの流れで俺積んだら終わるやろこれこれはやっぱ一紙免許持ってる人は積んじゃダメだと思います僕はでもいやいやあのぜひね先生のお力もそんなんじゃないよねめんどくせえこの絡みクソだるいやべやべさあ岩井さんから八百万円が出ています細井さん んで俺泣くんだよ <laughs> <laughs> 大丈夫ですかやっぱとりあえずとりあえず聞いてはいそれでは、えー、最終決断前になりますけれども岩井さんから一人出し800万円で完全オールですおめでとうございますありがとうございます <laughs> すごい嬉しいですさあちょっとじゃあお一人ずつ感想を聞いていきましょうまずは 細井さんからお願いしますいやなんか普通にその内容動向じゃなくてこういう人がなんか最終的に生き残る,る経営者なんだなっていうのを感じましたねだって1500万まで売り上げ落ちても何にもめげてないじゃないですかで飲み屋で2人スカウトしてこれから頑張るぜみたいなどういうテンションで仕事してんのこの人みたいなしかもホームページ見たら結構綺麗に作られててまあその理論整然と書かれてるので僕らみたいなケチくさいあの医学部卒はなんかグニャグニャ行ってきますけどなんかそれを聞いてなんかハッピーに気持ち的になる人はいるのかな と思いましたよ。頑張ってくださありがとうございます。では谷本さんお願いします。個人的にはその。二万円ぐらいで買える持ち運びの方が。はい、まあ単価的にも安いし。たくさん売れるんじゃないのかなというところで。まあそういうプランに買えるんやったら私出しますって。言おうかなと思ったらもう主催が。今のプランのまま。一人出しされたので。はい、まああの。頑張ってください。ありがとうございます。はい、青さん、お願いします。はい。あの。まあ専門知識のことは置いといて。あの話し方であったりとかはすごく紳士的で。あの素晴らしい方だなと。すごくその。 高所得者向けの,リストあの、まあ、販売リストを持っているっていうのは非常に、まあ、今まで積み上げてきたものがあったんだろうなっていうふうな印象です「はい、あのエッセンシャル細胞生物学」という本があるので、うんね、880ページほどなのでそれを一冊読むだけで多分今日の議論ほとんど解決するのでせっかく出してくださったので、はい、その800ページぐらいの本を読んでいただければなと、はい、日本語版があるはずなので、はい、読んでくださいありがとうございます <laughs> やばではトムハッピーさんお願いしますいいろいろね あのご意見皆さんあると思うんですけど基本的には富裕層向けのもので差したる害がないんであれば200万かけて美容とか健康に対してこう良さそうなものをトライしたいっていう人が買うと思うんで、はい、そんなに誰も不幸になったりはしないのかなっていう感じでいいかなと思いました、はいはい、でもなんかこの時間でどうしようかなと思ってたら、はい、突然の800万円でその出した理由をちょっとこれから聞くの楽しみです、はい、頑張ってください,、はい。ありがとうございます さあそして800万円一人出し、岩井さん、お願いします、はい、最初、本当にしまだ始まって数分で、細井さんがなんか喋ったことに対して、へえって言ったんですよ、この人、覚えてるよね。はい、あの岩井さんと目が合いましたね。めっちゃ嫌なやつやな、こいつと思って、<laughs> まずは、あかん、この人と思って、そっからのスタートだったんだけど、あのまあ、聞けば聞くほどに、実はうちあの19階なんですよ。はい で、十19階も高層マンションに入るんだと思ってで実際聞いてて自分が僕あの多分学年2つ上だと思うんですけど、はい、やっぱりあのいろいろと症状が同じく妻もそういう状態になってきてる中でうちは子どもがいなくてこういうものによって例えば何かの形で健康が保たれたりとか、えー、っていうことであるならばいいなと思ってた中で。 温熱治療の話が出たじゃないですか、はい、僕実は年前に温熱治治療でであるる病気が治ってるんですね、うん、その先生に「絶対に治った」って言っちゃいけないって言われてるんでこれ以上言わないんですけど、はい、本当に僕救われてるのでそのことも信じられたっていうところは大きくて、はい、僕は皆さんと違って違う質問しましたけど、はい、その2人の仲間との出会いと今やってらっしゃることで「はい、あこの人なんかいいわ」と思って。 支援したくなった。ありがとうございます。はい。一つだけ。あの、最初のものだけ、原価で僕にくださいね。はい。あの一日も早く。ちょっとあの、僕の部屋に置きたいです。はい。はい。あと、これも。これは買いますか?。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、そんな岩井さんの800万円、引きり出しがありまして、完全オールです。平野さん。感想お願いします。 はい、あの今日はああのお時間いただきましてありがとうございます最初はちょっと緊張しましてもう緊張のあまり喉が渇きすぎて口が回らなくなってしまったんですけども、えー、僕は最後に、あのー、言わせていただきたかったのはあの絶対に裏切ることはしませんそれともう一つは、えー、このビジネスが成功した時に必ず子どもの笑顔を皆さんにお届けしたいと思ってます頑張りますんでよろしくお願いしますす今日はありがとうございました,お,たおめでで完全オールです 新型光スイスカプセルの力でストレス体調不良を解決へと導きたい記念広がる中突破口を見つけた志願者物語の結果は祝いの1人だし見事完全オールで終幕この提案いかなる未来を切り開くのか物語の行方は 続報まで仲間とつながれるトラとつながれるもちろん主催ともつながれる令和のードランファンクラブ入会はこちらから